はい、皆さんこんにちは。坂キャッツでございます。4時20分を回りました。6月は21日の水曜日でございますね。ニューズウィーク20日昨日の19時48分に出た記事でございまして、いつものキレがない記者会見で言葉に詰まり、どもるプーチンの動画が話題に。ビデオプーチンスタンマリング、これどもるっていう意味でしょうかね、スタンマリングオーバーウクライナジェネラルビューズ 500K タイムス。 500K って何なんこれよくわからない。いきましょう。いつもは巧みな弁舌でウクライナ政府を悪者と決めつけるロシアのウラジーミル・プーチン大統領が、この動画では2度にわたってどもっている。巧みな弁舌なんですかね彼は。もう私ロシア語は全く分かりませんからね。6月18日の記者会見でウクライナ軍の総司令官を務めるワレミ・ザルジニについて質問された時だ。ロシアの戦争特派員、アレクサンドル・スラドコフがウクライナの反転攻勢の指揮官の一人であるザルジニの居場所を知っているかと尋ねた。プーチンはぎこちなく、彼ザルジニはどこにいるクエスチョンと隣に座っているスタッフに答えを求めた。どもったのはこの時だ。どもったらあかんの？僕よくどもりますけど、この動画でもウクライナ内務省の顧問アントン・ゲラシュチェンコがこの動画をツイッターに投稿すると、19日午前の時点で視聴回数は52万回を超えた。すごいやん。僕はどもっても全然視聴回数増えませんけどね。当たり前か。ザルジニーの話になるとプーチンは言葉に詰まるとグラシチェンコはコメントした。適正に苦手意識でもあるのだろうか。つまりこのプーチンがザルジニーというウクライナの司令官についてですね、こう何かこうわだかまりみたいなものがあってですね、ゆいっとこうなったんちゃうかということですね。あれ、これで終わってる。はい、動画見てみましょうか。どもってますね。ちょっとやっぱり顔が以前と比べてむくんで落ち着きないですね。このプーチンさんね、下にこう英語訳が出ていますけど、ちょっとよどみなくという感じではないですね。はい、プーチンさんね、これまでこう鋼鉄のイメージがあります。強いというイメージ。そもそもですね、この方売りがマッチョなところですよね。上半身裸になってですね、筋肉隆々のですね、自分のボディを見せてですね、俺は強いんやみたいなことを示したような写真をいっぱい公開しています。どうでしょう、20年ぐらい前、この人権力についてから今20数年なんですけど、20年ぐらい前のですね写真を僕見てたことあるんですけどもうなんていうか、こうマッチョな俺はまだ若いんや、筋肉隆々やっていう感じでしたね。ただ身長はちょっと低いみたいですね。どうでしょう、175ぐらいではないですかね。日本の中に来てね、175であればそんなに悪くないと僕は思いますけども、白人社会に行って175はちょっと低いかもわかりませんね。安倍さんと並んで立って安倍さんがちょっと高いぐらい違うってことかなという気がしましたけどね。森なんとかろうですね、あいつも背高いですからね。だから並んで立って遜色なかったような気がします。むしろこっちの方が森さんの方が高かったような印象もあります。はい、ちょっと低いんですよ、白人にしては、白人社会の中ではね。だからそのコンプレックスがあるというふうなことも書かれたりもしていました。その分マッチョやで俺はみたいなですね、それを見せて補っていたのかなと。
まあ所詮はスパイですからね、この人。あのカーゲーベー、ロシア語でカーゲーベーに、日本語で KGB ですね。KGB のね中佐だったんですよ。その中佐で迎えたのがですね、40歳ぐらいの時ですかね。40歳ぐらいの時にですね、ソ連の崩壊がありました。40歳中佐というのはですね、出世、コースに乗っていないですね、はっきり言って。もうバキバキの人はですね、40代で大佐になって、あるいは将軍になったりします。だからまあ普通のコースを歩んでいた方なんですよ。まあだからですね、エリートでもないと、準エリートぐらいでしょうかね。レニングラード大学だったと思いますけども、それがですね、巡り巡ってですね、ロシアの大統領になってしまったわけでして、ご本人はね、自分こそふさわしい人間やと思ってるかもしれませんけどね、いや、僕は、私、最初からこいつね、なんか変なやつやなと思ってましたよ。なんでロシアの大統領がね、上半身裸でね、ボートに乗ったりね、乗馬したりしなあかんねえと思って、変なやつやなと思って、見ていたんですけども、チェチェンでですね、なんでもない、ロシア、モスクワのアパートにですね、爆弾を仕掛けてですね、これはチェチェンの仕業やとかって言うて、で、チェチェンを攻撃してるんですよ。うわ、こいつインチキやと思いましたよ。ほんで次々にですね、プーチンに対してですね、鋭い批判をする人たちがですね、不審死を遂げていくわけですね。今もそうですけど、反対派がどん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 死んでいくわけであって、こいつなぁと思っていたら、去年の2月にですね、ウクライナにドーッと入ってきたわけでしょ。いや、これね、ものすごい邪悪な指導者ですよ、プーチンって、はっきり言うて。だから早めにプーチンすべきなんですよ。早めにプッチンすべきであって、それもね、なんていうか、外国勢力ではなくて、ロシアの国内の勢力がプッチンすべきなんですね。でもそんな動きは、ないですよね、まだ。まだないんでですね、あれですけど、どんどん行くべきですね。やってしまうべきですね。で、プーチンの後ね、もっと変なやつがなったら困りますよ。プルコジンなんてやつがあったらですね、何を言うんやろうという気がしますけど、とりあえずね、こいつがプッチンされない限りにおいてですね、ウクライナにこう安定した平和は来ないんではないかなという気がします。で、逆にこいつがプッチンされてですね、その後ロシアはものすごく乱れる可能性があります。あんだけ大きい国なんですね。あんだけ大きい国で、プーチンみたいな、プーチンはね、何やかんやっても指導力あるわけですよ、リーダーシップは。だから国をまとめる力はあったんですね。で、彼の後に座るやつが誰か知りませんけども、指導力がなければ国は乱れます。あんな広い国ですから、バラバラになると思います。地方地方でボスみたいなのが出てきてですね、で、俺はもうそのロシアには税金送らへんねんとかいうやつが出てくるかもしれません。それはある程度期待できます。で、我々に近い極東ロシアにもですね、そんなやつが出てくる可能性があります。なんせ遠いですからね。まあ飛行機でこそですね、10時間までは行きますけど、その他の手段ではなかなか連絡が取りにくいっていうか、行き来がしにくいところですね。電車で行きゃ3日も4日もかかるわけですよ。その極東ロシアが独立する可能性があってですね、独立状態になる可能性があって、そこで日本はですね、北方領土を取り返すチャンスが出てくるというふうに私は踏んでるんですけどね。だからですね、プーチンはなるだけ可及的速やかにですね、プッチンされるべきやなと思います。まあずっと言ってるんですけど、去年から早くプッチンされろって。もうなかなかプッチンされないんですよね、こいつ。しつこい しぶといやーという感じですけど、まあロシアという国はね、なんていうか、もうなんていうか、こうなんともやりにくいですね。ソ連がやっと終わったと思って、しばらくエリツィンみたいな変なのでおってですね、ほんでプーチンでしょ。我々にとってですね、扱いやすい隣人であった試しがほとんどないですね。だからこれからもどうなるかはよう分かりませんけどね。まあとりあえずですね、このニューズウィークのですね、
このアドレスを今読みましたけども貼っておきたいと思います。動画も載ってます。はい、皆さんどうもありがとうございました。